こんばんは。はい、オンリーワン、オンリーワン、オリーマあなたのオンリーワン。はい、AKB48 チーム K の武藤凛です。イエイ、どうもです。こんばんは。こんばんは。金曜の夜ですが、皆さんいかがお過ごしですか？舞台お疲れ様でした。なってありがとう2日連続配信ですな。確かにそう、違うの。本来ならね、今もリハしてたはずなの。今もレッスンだったはずだったの。本当はね、9時半終わりの予定だったんです、今日。でもすんごい巻いちゃって、本当に6時半ぐらいに終わったかな。3時間巻きましたみんなですごーいってなってた。すごいよね、めっちゃ巻きましためちゃめちゃ巻きました。拍手盛り上がりました、みんなで。えってなって。っていう今日あった嬉しかったこと3時間巻いたっていう。ピンクの洋服だというか、より髪色暗く見えるねなって、でも今日オンさんとかに髪切ったって言われて、あ、切りましたって言ったら、なんかめっちゃ切ったねって言われて、と思って。めっちゃ切ったらしい私からしたらさ、全然そんな、なんて言うんだろう、少しでも切ったんですよ。少し切ったんだけど、そんな切った感じはしないから、そう、びっくりした。めっちゃ切ったねって言われた。生で見るとそう思うのかな。でも会う人、会う人に言われたんです、髪切ったって。そう、今日も友達に言われて、そう、今日は朝は大学行ってたんですけど、髪切ったって言われて、え、切ったって言って、そんな分かるもんなんだって思って、びっくりした。今日のパーカー可愛いねだって、ありがとう配信でも結構切ったように見えるようだって。本当に？からかってるんでしょダメ、まあ、舞台病普段会ってるメンバーなら分かるでしょ。確かに、今日ポケモンカード開封の日じゃないの。今日は違いますね。今日はあの普通におしゃべりしようの回です。昨日ちょっとポケカいっぱいしちゃって、そう、話あれだったかなと思ったから、ちょっとお話を今日はメインにする今日はって言っても昨日がさ、もう私いつもお話だけど、昨日がたまたまポケカだっただけだけど、サッカーボール取り逃がさないようにね。はい、はい、ちゅうちゅうアメちゃん出てくるよね。だって私アメちゃんに会いたいんだもん。でもね、今日その傘さして、雨降ってたから傘さして、あのレッスン場行くときにマネージャーさんがその警備のドア開けてくれて、その時になんか、その人はあの舞台の担当のマネージャーさんだったんですけど、私の、そしたら
おりんちゃんが傘持ってるとアメちゃん思い出しますねって言ってくれて、アメちゃんってなっただし、勝手になんかもう大学でもいろんなところで会話がもう雨やだとか髪広がっちゃうとか、なんで今日雨なのみたいな言ってた声が聞こえて、全然そんなの普通の会話じゃん、なんだしだけどなんかシュンってなっちゃった勝手にね、勝手に。晴れの日と雨の日どちらを思い出しますかって聞かないと、あーその手があったかこうやって話してるのに本当雨やだよね、ね、わかる、それな片手使えないしねってな、え、本当それな、例えばこの先雨の日と晴れの日だったらどちらを思い浮かべますか、ってなっちゃうすごいよね。私にそんな話しかける勇気はないな。でもそっか、私は話しかけたってことになるのか。いやでもそれは私のようで私ではない存在だから難しい。昨日ストーリーの質問返しで舞台の裏話ありますかって聞かれて答えたんですけど、そうなんか結構大事なシーンで、ねえかすみ私っておかしいのってもっと本当はなんかもっと演技してるんですけど、口で言うとねえかすみ私っておかしいのっていうセリフがあるんですけど、これを稽古の時にはいはいどうぞって言われて、ねえひとみ私っておかしいのって言っちゃったの。そしたらその話しかけられてる女の子がえみたいな顔しちゃって、えってなって、吉田さんが監督が大爆笑しててえってなって誰やねんって言われて、おかしかったみたいひとしとかすみが混ざっちゃってひとみって言っちゃってもう爆笑でした本当に分かんなくて、なんか分かんなくなっちゃって、本当に分かんなくなっちゃったの、本当に分かんなくなっちゃって、めちゃめちゃ気持ち作ってねえって言ったら間違えちゃって、私っておかしいの、いやおかしいよねで、はいもう一回もうちょっとごめんなさいって言って、もう一回やろうって言われて、もう各方面に謝ったすいませんでも稽古場は間違えていいところだと思うんですけど、だからねって言ってくれて、あでももうあの稽古場で間違えたからもう二度と間違えないですって言って、ちゃんと間違え、その日から間違えることはなくなりましたちゃんとねかすみっていうようになった、なんかそういう裏話系いっぱいあります なんかあれみたいだった、あのさピクサーのさトイストーリーとかのエンドロールで NG シーンいっぱい流れるじゃないですか、あれ多分いっぱいある私あれいっぱいある私あーごめんなさいってなる真面目な顔で新しい方登場させるの面白いト
イストーリーのルジシーンめっちゃ好き。いいよね、私もあのあれ大好きなんだ。いっちゃん好き、エンドロールで。そういうのをいっぱいしちゃいました。あーってなってごめんなさいってなってた。ゆずちゃんが私の話をしてるのコメントで見つけた。そう、今日いっぱい話したんで、ゆずちゃんと今度ご飯行こうねって言ったからすごい楽しみです。ゆずちゃんと、あ、そう、おりんちゃんって呼んでってお願いしたんだ。だからおりんちゃんって呼んでくれるといいな。ゆずちゃん、ゆずかちゃんめちゃめちゃ嬉しそうに話してますよ。だって嬉しい、ありがとう絶対仲良くなれると思う。おりんちゃんって呼んでって言ったら、え、おりんちゃんって言ってみたかったんですって言ってくれて、ね、嬉しいって、いっぱい呼んでって言いました。そう、次のチームも一緒なので仲良くなれるといいな。お兄ちゃん指広がれって、広がれ。重力シンパシー公演が待ち遠しい。だってみんな予習しといて、予習しとき予習しとき、誰誰予習しましょう。もう本当になんかさ、ずっと学校の時から武藤さんとか武藤ちゃんとか呼ばれるのすごい嫌だったの私。おりんちゃんかおりんかおりんりんとかが良かったの。下の名前で呼んでほしいの、とにかく。武藤ってなんか距離感ないと思って。そう、だからおりんっていっぱい呼んでほしいなって常日頃からずっと思ってました。おりんちゃん、おりん作法楽しみだなって、今日作法さんともいっぱい話したななちゃんと初めて同じチームになるの。そうなんです、そうなの。おりんりんって呼んでいるメンバーいるの？だっておりんりん呼び誰がいるかな。探せばいそう、パッと思いつかないけど。すごいなんか友達から呼ばれてるイメージが強すぎて友達しか浮かばないけど今。新入生に名字武藤の子いてなんか嬉しくて武藤ちゃんって連呼してしまってる武藤ちゃんって。武藤さんってなんかかっこいい、なんかさ強そうだよね。友達はおりんりんなんだ。うん、おりんとかおりんりんとかかな。まあ私が分かれば何でもいいですさあ今日は何の話をしようかしら。でも昨日ポケカ開封の儀の配信したじゃないですか。
で、その前に舞台の話いっぱいしたじゃないですか。だからまあゆるゆるとなんかもうお話ししていこうかなみたいな感じなのノリな、ノリというかテンション感で生きてるんですけど、なんかありますか？なんでも。新チームのレッスンでは誰と一緒にいることが多いの？だって今日始まったばっかりで、まだでも結構いっぱいみんなと皆さんと話しました。今日はまんべんなくお話ししました。楽しみです。最近のマイブームは、アンケートで困る質問ナンバーワンのやつ。最近のマイブームは、ポケモンカードでしょ。あと結構長時間暇があったらポケモンユナイトをスマホでやることかな。マイブームでしょ。そんな感じかな。かなぶんは元気にしてるかな、連絡してる。だってかなぶん、かなぶんはあの月に連絡取った。あ、そう、千秋楽見に行ったよって言って、16期誰もいなかったって言われてあ、そうなんだよねって話して、そう、でもご飯行こうねって言ったので、今日かなぶんがインスタに載せてたディズニーの写真がめっちゃ可愛かった。それ見てそう、あ、かなぶん会いたいなって思ってた。新チームのレッスンとか落ち着いたら、でも落ち着いたら舞台どうなんだろう。でもそう、早く会いたいなって思います本当に。タナブンのモノマネってみんなできるよねそんなことないですよ、オリン。なんとかですよ。舞台千秋楽の日配信なかったから舞台の話できてなくて不満だってでもさ、舞台配信するじゃないですか。なんかさ、わかんない、私本当に何も知らないんだけど、できたらいいなぐらいの気持ちで喋るね今から。1% の確率で喋るね。だから全然本当に期待しないでほしいんですけど、なんかさ、一緒に見ながらなんか喋れ、なんかここショールーム回してさ、なんかパソコンとかで私がさ、その舞台見ながら喋れたらさ、良さそうだなって思ったけど、できないかな。どうなんだろう。なんかその辺私よくわかんないからさ、そうできたらいいなとか思ったりしたけど、ちょっとわかんないから。なんとも言えないですできたらいいよねって感じ。そう、配信期間付近のスケジュールによりけり、もうよりけりなんですけど、そうだね、レッスンとかお話し会とかもあるもんね。そうだからと、まあできたらいいなみたいな感じ。あ、ペンライトがいっぱい来た。写真もダメだったからな、 DH さん。シュッお口はミッフィー。
さあ何の話をしようかな。今日のオグリは、今日のオグリも元気でした可愛かった。お目目がクリクリだった。それはそう聞いてよ、美容室行ったのこの間。オグリで思い出した。美容室行ったんですよこの間。でその時にそのワンちゃんの話になって、やばい、なんて言うとしたか忘れたワンちゃんの話になって、ビーグル飼ってるんですって話して、わーってなって、その時にね、やばい忘れた、なんかね初めて聞く名前のワンちゃんが まだ猫ちゃん出てきてないから。いやでもね、その話をしようとしたんですけど、あのそれがワンちゃん飼っててって言ったら、私が多分ワンちゃんって言い方したから、美容師さんも自分も猫ちゃん飼ってますって言ってきたから危うく言いそうになったって話さすがに言わなかったけどね、さすがに言わなかったです。あとその一連の会話でボーダーコリーっていうワンちゃんを初めて知ったボーダーコリーって調べたら可愛かった。よく耐えた、ありがとう、褒めて。これはファンの人に言わなきゃいけないと思った。耐えたよ私、みんな私耐えたよって。お話、その後美容室におりんちゃん何番って聞かれなかった？聞かれませんでした。さすがに大丈夫です。新しいチームでそこ拾ってくれるメンバーいるのかなって。助けてミーヨンさんおのさん高い MC で、はーいって言いそうわかんない、どうなんだろう。でもさ優しいからな、わからないみよくさできたなんて返されるかなみよん受けで終わるようなんてなんてくるか楽しみですね。ウキフ拾ってくれそうな先輩たくさんいて頼もしいですよね。うん、頼もしいです本当に。どんなチームになるかワクワクですね。こう MC でワンちゃんって言葉が出てサワサワしてるおりんちゃんみたいです。サワサワしちゃう。でももぎさんってなんなんか、でもさ私がさそうやってワンちゃんって言葉が聞いたらさ絶対さもうそれが来るっていうのはさもぎさんは分かってるわけじゃないですか。でももぎさんってね本当にね狙ってるんじゃないかってぐらい会話にワンちゃんを入れてくるの。
本当にこの間30秒間ぐらいで3回ぐらい出てきた時があって、えワンちゃんこの時こうだと思ったんだけど、いやでもワンちゃんこれもこうだよなと思ってっていうのを麦さんが言ってて、これは待ってるのかって思って、えどうなんだろう、今すごい真面目な話してるし、いやでもこんだけ私がいる前でそうやってワンちゃんって言葉を多用してくるってことは、これはもしかして不利なのかなとか思ってちょっと分かんなくて、分かんなかったからとりあえずその時は黙って話、真面目な話だったから黙って話聞いてたんですけど、あれは振りだったのかな。なんか本当にワンちゃんってすごく言わない、言いますよね、口癖なのかな。あとこの間なんだっけ、もぎさんが一人称を俺にしてって、でそう俺にしてたみたいなことを言ってて、えって思って、え今言わないんですかって言って、今言わないって言ってて、えって思って、いちごって言ったら、ってなって、飴って言われて、カフェって言ったらラテって言われて、フルーツポンチって言われて、ってなった。なんで俺って言ってくれないのってなった。言ってくれませんでした、悲しい。てくれてもいい。言ってくれませんでしたって話。全部返せる、もぎさん好き。別の言葉でね。そうなのよっていうもぎん話。やばい、何か喋んなきゃ。無音になっちゃう。何喋ろっかな。でも今日は私は朝から、まあみんなもそうかもだけど、朝から勉強したり踊ったり動いたりで、あれなの、ちょっと頭が動いてないんですよ。公演後のようなあの感じはちょっと今私出せないので、コメントがないと私は今言葉を発することができない状態にいます。まずいです、これは非常に、とてもまずい、とてもまずい。何か喋らなくては。さっきまで結構話していけるね。だって大学での友達の作り方を教えてください。それ私にも教えて。2人しかできてないんだけど私、大丈夫かな。でもあれじゃない、わかんないけど、話しかけるか迷った子がいたら話しかければいいんじゃない。
しいよね。次の教室どこでしたっけとか。今日一番最後に聴いた曲はだって、今日一番最後に聴いた曲はあれかも、ファンキーモンキーベイビーズさんの僕はサンタクロースって曲かな。あの曲ね好きなんですよ。なんかねめちゃめちゃいい曲で、もともと多分確かだけどね、これ違ったらごめんなさいなんだけど、その僕はサンタクロースはもともと小説が多分元に、夢小説みたいなのが元になって作られたやつで、これはねまたいい歌詞なんですよ。なんか僕と彼女がいて、だから付き合ってたんだよね、僕と彼女がいて、でも僕は死んじゃうの、僕は突然いなくなっちゃうの、君だけを残して彼女を残して死んじゃうんだけど、で彼女がずっとその時はずっと悲しい悲しいって言ってたんだけど、まあ何年か経って新しい人と出会って、そう普通にその人と付き合うことになるんだけど、でもなぜかその彼女とその新しい人がデートしたりすると必ず雨が降ったり天気が悪くなるの、誰かが邪魔してるみたいに。でそれは邪魔してるのは僕なんだけど、空から見てて邪魔するのよ。でもいろいろありまして、クリスマスの日に雪を降らせてなんかお祝いしてあげるっていう、彼女をよろしくねみたいな感じでお祝いさせするするして幸せになってねっていう歌です。いい曲。ざっと説明しちゃったけどね、ざっともっとあるけど、ざっと説明したらこんな感じ。という曲を久しぶりに聴きたくなって聴いてみちゃった。あと逆上がりも最近めちゃめちゃよく聴く、元気出る。タグ系の逆上がり参加してもええんやで。いやちょっと体は温めておきますとか言ってみる。逆上がり、大逆上がりのイントロ流れるとおりんちゃん浮かぶくらいにおりんちゃんのイメージある。やったー、何声公演の初日の逆上がりの自分が楽しそうすぎて笑っちゃった。オンデマで見ててイエーイってやってた。セミの声が思い出させる。夏の日の白いブラウスが汗ばんでいた。何恋公園いいですよ。
話題詰まったら配信中のランちゃん呼ぼうかなってなんでランちゃん配信してるんですか。ね、そう、僕隊もそうなのよ。結局初日以来私出てないんですよね。ランちゃんもナーミンも配信してるだって。友達みんな配信してるじゃん友達。そんな中で私の配信を見てくれてるみんなは優しいありがとう。クルちゃんランちゃんとのコラボ配信はいつですか。これって3人でできるの。できないよね。あ、3人で1画面ってこと。でもクルちゃんが今さ忙しそうじゃないですか。なんかまた3人でなんかしたいねとも話してるんですけど、結構そう、私が舞台が終わったと思ったらクルちゃんが今度始まっちゃって、そう結構ねなかなか予定が合わんのですよ。舞台と公演とか重なってるんだ。そうなんですよね多分。でもあやみんとかも今お稽古してますもんね。みんな偉い。チームも違うからレッスンの時間とかも違いそうだもんね。そうなんですよ。今日レッスン場行って、レッスン場なんていうの、スニー事務所行ったら、誰だろうこれと思って寝てる人がいて、誰だろうと思って見てたらナーミンでしたナーミンが寝てた。舞台はまた出るご予定はありますか。だってあります。6月に、6月の中旬上旬にジッパー&キャンディーという作品に出演させていただきます。ぜひお待ちしてますかんちゃんです。アメちゃんの次はかんちゃんになります。ジップキャン楽しみ。すごく楽しみ。音楽劇楽しみです。あ、そう、明日から先行抽選始まる、チケット始まるので皆さんぜひぜひチェックしてみてください。またお知らせしますね。ジップキャンのセリフまだ覚えてたりする。私本当にあの中止になったのが悔しすぎて、結構私がその時のその演技に対するあれのファーストタッチだったので、もう本当に悔しすぎてずっとお風呂場で行ってたの、その後もずっとだから結構覚えてますね。でもまた変わるのかな、どうなんだろう、楽しみですショールームでの号泣が懐かしいね。なんでさあの時さ泣いた状態で配信ボタンを、泣いた状態でもないか、最初は普通だったんだよね、多分泣いちゃったんだよね途中からね。え懐かしいわー
れは本当に悲しかったな。結果的に初舞台が筋肉キャラになるという。そうだよそう、それもいい思い出でしたけどね。それもいい思い出です。だってあの後めっちゃ目腫れたもん。メンバーから大丈夫って LINE がいっぱい来るっていう。大丈夫です。でもあの時サホさんがすごい優しかったんだよね。なんかサホさんこそさ、ダブル主演で絶対絶対悔しかったと思うんですよ。うん、すごい。でもいっぱいお話ししましたね、あの後。だから多分佐帆さんと今仲良しなんだと思う。一緒に二人でポカーンって投げながらご飯食べた記憶。ポカーンってなってた二人で。もうほんと心がねなかったもん。どうなっちゃうんだろう私たちみたいな感じ。ポカーンってなっちゃった。写真ですよ、 AKB メンバーってみんな。あ、今日は45分から始めたので21時45分まで終わりにします。サホとセイちゃんも今のチームが一緒ね。そうなんです。なんかすごいね、多いんですよ舞台とかに出演する予定のメンバーが。チーム A はコミさんとゆずちゃんも、あの次にそうまた舞台やられるし、でさほさん、せいなさん、私もそうだし、奈々さんもミュージカルやられてるし、なんかね、でさっきぽんもフラガールでしょ。なんかね、本当にね、みんなね大変だけど、そう、頑張ってます。なんかさ、なんだろう、普段そんなさ演技する機会なんて、メンバー AKB メンバーって普段はなかなかないじゃないですか。だからファンの方も新しいメンバーがそれぞれ見れるし、逆にその純粋に舞台が好きな方々とかにも、あ、AKB の子出てるんだみたいな。それでなんか一生懸命演技やって、それで何か気にかけて興味持ってもらえるものがあったら、あって、あ、この子 AKB だったんだみたいな、え、どんな子なんだろうって思って、そう思ってくれて SNS とか調べてくれたり、劇場公演じゃ今度行ってみようかなみたいな思ってくれたら、すごい素敵だなって思うんですよね。だからうん、なんか新しい入り口というか、なんというか、どちらにせよ、いずれにせよ、ファンの方にもしろにもだし、そのまだ見ぬ方々、知ってもらえるチャンスだとも思うので、一生懸命頑張りたいなって思います。
そう、何がきっかけになるかわからないですもんね。もしかしたらこの配信がきっかけになるかもしれないし今日のこの配信はすごいゆるゆるだったからなあれですけど、今日はちょっとのんびりでしたけど、早く舞台の感想を話し会直接言いたいな。待ってる待ってるね もしかしたらミルカンマンで好きになるかもしれない。確かに昨日開封の儀配信がポケカズに届くかもしれないし届くかな。ポケカ今日ねレッスン頑張ったから巻いたし、買うかどうかめっちゃ迷ったの。でもいや昨日5パック買ったしなと思ってちょっと我慢してみた。だから今度買うんだいや買うんかいってね、今度買います。ポケカハマっちゃったよ。こんな、なんていうの、多分さ本当の本当のさポケカ集めてる人からしたらさ、私の集め方ってどうなんだろう、許せないかったりするのかな、ちょっとわからないんですけど、でも私はなんだろう、なんか好きなんですよねポケモンカード。私なんかその日の服とかその日の気分に合わせて iPhone ケースとかにポケモンカード入れるのすごい好きなんですよ。今日雨だから雨のポワルン入れてみたんですけど、そうちょっとねそういう楽しみ方でもいいのかなと思うし、なんか思い出もね蘇るじゃないですか。これなんか舞台 のお疲れ様で開けたなとか、これショールームで開けたなとか、十六シンパシー初日当たったらポケカ差し入れするね。だってありがとうございます。ぜひ封が開いてないやつをずずしい。封を開ける瞬間が好きなんですよね。それもまた好き。本当にポケモン連れてるみたいでなんかいいなと思いました。楽しいよ本当にね、ポケモン連れてる気になる。ここに 肩に乗せてる気になるよ。乗せてるの片手だけど。オタクみたい、推しメンのチェキをスマホケースに入れる、わらわら。だって大丈夫、みんな私のチェキちゃんとスマホに入ってる？大丈夫ねえ大丈夫。ポケカ来月また新しいの出るよね。そうなんです、今日情報が出てうえーってなりました。昨日の今日でって思って、4月も半分が終わりって早いと思いませんか。それはもしかして今怖い話をしていますか。え、4月が終わり、またまたまたご冗談を。いやでもそうだよね、どうしよう、終わっちゃうよね。こうやってあっという間に1年が終わるんだ、うん、え、今日って何日ですか。 15?もう何日かわからないのよ、曜日感覚しか今ない。15日だって。ひーやー、
日は金曜日、今日の金曜ロードショーはコナンですよ皆さん。あんでね、おかしいぞ。今日は唐揚げくんのお誕生日。え、唐揚げくんお誕生日に値上がり報告したの？値上がりしますよね唐揚げくん。コナンくんと見せかけて普通におりんちゃんだった。あれそう、おりんちゃんなんだよな。あれねできない。あれね、おかしいぞ。なおりんちゃんだよどうやっても。あ、さっき YouTube で灰原さんにあれでおかしいと言わせる動画見てて笑いました。あれ私ね、この間、その動画じゃないかもしれないけど、武蔵の声優の方が灰原さんで、そのなんかラジオか何かを見ました。そのコナン、その時に出てるコナンの人と、コナン役の方と灰原さんと、なんだっけ、コナンに出てくる女の子の名前と、あと男の子の4人でラジオだったんですけど、全員女の方なんですって声。びっくりしちゃって、それに。あ、そう、あゆみちゃんだ。あれね、おかしいぞ。じゃあみんなセリフ言って、セリフ言って、私がセリフアフレコする。アフレコ大会しよう。有名なやつ、有名なやつ。なんねえちゃん。違う、なんかコナンくんの声って出せない。ランネちゃん、ん、難しい、すごいな、やっぱ声優さん。バロバロバロみたいな感じ。わかんない、実はコナン、難しいの来た。コナンくんの声って難しい。別にコナンじゃなくてもいいよ。何が来るかな、何が来るかな。めちゃ星になっとる。クリリンのことか。マコスイッチリンゴ大好き、マコスイッチ。なんで噛んだと聞く。春夏秋冬朝昼晩、あれなんだっけこれ。ビエンのスティッチ。僕スティッチ。なんでスティッチできない。スティッチできない。どうしてもビエンになっちゃうよ。スティッチ。またためです。
はなかっぱか、春夏秋冬。のび太くん、僕ドラえもん。ドラえもんちょっといけそうな感じあるんだって。お、タケコプター君に決めた絶対違う。ワンちゃん、猫ちゃん、おりんちゃんを必殺技っぽく言ってほしい。ワンちゃん、猫ちゃん、おりんちゃん、かおりちゃんのピカチュウかわいいよね。かわいい。あとハム太郎もかわいい。おりんはポケモンの鳴き声だなって。ピピピピピピピゲーム版の声。ピピ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 。フフ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 フ。トゲピー、トゲピー、トゲピー、チキピー。つぼっちゃった。一人でお部屋でスマホに向かって出ると思ってると、なんかとても愛おしく感じました。確かに悲しい、悲しいことは言わない。確かにすぎるな。私トゲピーのカード持ってないのかな。持ってないわ。それ公演の MC でやってほしい。だってやるとするじゃん。やるとするよ。でもさ、みんなさ絶対私のことさもう他人のふりするでしょ、みんな。あね、そんなこんなで時間になっちゃったよ。ちょっと時間になっちゃったのでまた配信します。ということで皆さん見てくれてありがとうございました。ランキングを読みます。13位ニータン、32位ヤングアット武藤リンオンリーマンさん、カムサハムニダー。11位トムポーニホニックさん、10位フローニカさん、カムサハムニダー。9位秋桃さん、8位 X アルト48さん、7位ボーイアットタイファンさん、コップンカー。6位トシアットオリンのことが好きすぎるさん。5位エイカさん。4位マシューさん。3位マサシアットナーミネズに枠視聴中さん。2位ムートンさん。そして1位がマサタットオリンタンオシさん。ありがとうございました。いつも1位2位3位の方にスクショのリクエスト聞いてるので、あったら教えてください。このアメちゃんの笑顔、わかんないよ。だってもうアメちゃんじゃないもん。アメちゃん、アメちゃんの笑顔でしょ。アメちゃんの笑顔、アメちゃんの笑顔。
け。ぬいぐるみがないと。ちょっとわかんないです。はい。死神っぽいポーズ。ジェニージェニー。はい。ジェニージェニーってメスは言うの。アニメだとね、男の子はズニズニゴーって言う。愛嬌たっぷりポリーナポーズだって。ありがとうございました。人間以外のキャラの声はいい感じなのにって。じゃあ今度コンクリートの声でもやってみます。そんなこんなで見てくださって皆さんありがとうございました。今日は金曜日ということで1週間お疲れ様でした。素敵な夢を見てください。そして素敵な週末をお過ごしください。そして明日はジップキャンのチケットも始まるので、またなんかツイッターとかでお知らせすると思うんですけど、ぜひまたこちらも私の SNS フォローしてくれると嬉しいです。というわけで皆さんおやすみなさいです。メール送ります。バイバーイ。バイバーイ。